どうも、ヤクモコマチです。モエニジ3続きの方始めていきましょう。まあ続きといっても、今回から新しいルートに入っていくわけなんですけども、まあ早速ね、前回の、日本ルートのデータをロードして新しいルートを選んでいきましょう。まあさっきね、ちょろっとだけロードできるのかなっていうのを試したんですが、これが日本ルート、前回クリアしたとこですね。で、残り連合とドイツルートがあるんですが、今回から連合ルートに入っていきたいと思います。ただ、前回のね、最後の感じからすると、このフォトだったかな?このちっちゃい子が、もしかすると最後のラスボスなんではないかと、俺は若干睨んでおります。まあ、言いながらも、まあ使ってはいくんだけどね。では、早速連合ルートで、まあ普通に、前回も難関で行っているので、今回も難関で行きましょう。えらいの最初だけですしね。では、重慶郊外臨時飛行場。空をびっしりと埋め尽くす雲は幾重もの層を作り、昼間だというのに地上は夜明け前のように暗い。そんな薄暗い世界の中、畑を潰して作られた滑走路の脇で、二人の少女が仲良く並んで空を見上げていた。トゥデイも曇りですか。エブリデイ、これでは心までウェットになりそうです。イブですね。早速地球の裏側までやってきたのに、大気、早くパーッと活躍したいわ。パトリシアだけにですかね。あれ、なんでこのゲームって、これは確か進むボタンだよね。焦らないでパトリシア、命令あるまでここで待機ってマリーさんに言われたのです。言われたのです。ちょっと待ってね、どれだっけ、これだっけ、だっけ、使うね。バックログでしょ。あ、こっちが×か。はい、オッケー。もうパーティーでいいって言ってるでしょ、イーブちゃん。パーティーでいいんだ。ソーリーパーティー、ほら、イライラしてるとお顔にサビが。サビが。嘘、鏡、あわわ。嘘です。落ち着いてティーでも飲むのです。イブちゃんひどい、お茶ばっかり飲んで体の中から錆びても知らないんだから。体の中から錆びる。そんな憎まれ口を叩きながらも差し出されたカップを素直に受け取るパトリシア。この旧作りの飛行場に赴任してからというもの、こうしてお茶をするのが二人の日課であった。テイスティーですね。チャイニーズティーも悪くないです。こんなところでお茶飲んでていいのかな。日に日に日本軍の攻勢は増してるのに。そうですね、もう紅茶のストックもなくなったのです。だから多分チャイニーズティーを飲んでるんだよね。正規軍扱いじゃないのは分かってるけど、もうちょっと待遇を考えてほしいわ。あ、正規軍扱いじゃないんだ。それです。どうしてミーたちが日本軍と戦うのです。アメリカと日本は戦争してないのです。そうか、最初戦争してなかったね。一番最初真珠湾じゃなかったもんね、日本。だから義勇軍ってことにしてるらしいけど、偉い人の考えることはわからないよ。義勇軍だから物資が少ないのか、この子たち。考えすぎると頭にサビが浮くですよ。とりあえずティーでも飲むのがベターです。おかわりっと。おかわりっと。お砂糖入れすぎだよイブちゃん。そういえば少し太ったんじゃない。おや、ノー、ミーはスリムです。シュガーは1杯につき5個しか入れてないです。随分入れてんな。もうジュースと変わらないんじゃね。そうかしら。その体じゃ出撃命令が出ても飛べないんじゃない。おや、パーティーだって最近なんだかギシギシ音がしてるのです。整備不良なんじゃないですか。おう、そんなはずないよ。毎晩目の前に油を刺してるし。ほら聞いてみて。こう言ってパトリシャはデコボコの滑走路を全力で一気に見せる。どう、変な音なんかしなかったでしょ。ああ、息切れてますけど。ああ、ティーがとってもテイスティ。無視、ねえ無視なの。楽しそうだな、この二人。ソーリーソーリー、まあティーでも飲んで。お
れ、もうお湯がないです。飲みすぎなんだよな。分かったよ、もう私お湯沸かしてくるね。シュガーも残り少ないです。注文多いな。イブの言葉を背中で聞きながら、パトリシアは粗末なエイシャへと足を向けた。で、マリーさんは、パトリシアがケトルをコンロに乗せると、エイシャに二人連れの兵士が入ってきた。パトリシアもよく見かける義勇軍の兵士だ。あ、こんにちは。おい、あの噂聞いたか？敵さんの鋼の乙女のことか。何でも新型が投入されたとか。随分と足が速いらしいぜ。うちの鋼の乙女とは性能が段違いらしい。コンロの前にいるパトリシアに気づかないまま、兵士たちは話を続ける。鋼の乙女の能力は開発年次や技術だけに左右されるものではないさ。そう信じたいけどな。でもうちのはこんな世界の果てに回されるくらいだし、正直不安だぜ。信じるしかあるまい。我が国の判断と我が軍の鋼の乙女の能力を。それはそれとして、楽しくはなったけどな。兵器とはいえ女の子、むさ苦しい男女体よか数倍増す。この辺ですらすでに影薄いのね。お前もそう思うか。やっぱり華やかなのはいいことだぜ。格納庫の前を通るたびにいいオイルの匂いがするんだよな。いい匂いだなんて、そんな。で、出れてしまうパトリシア。しかし、それでも兵士たちは気づく様子はない。俺、イギリスの工事館を隠し持ってるんだけどさ、これあげたら喜んでくれるかな。おう。ああ、いいかもな。イブちゃん、紅茶がなくなってしょげてたからな。もう一人は紅茶飲むんだっけ？ああ、影の薄い子ね。名前は…パトリシア！パトリシアです！まあいいや、イブちゃんともう一人に渡してこよう。お、パトリシアが愕然、唖然としたその瞬間、沸騰したケトルがシュシュッシュッシュッっていいのかな、シュッシュッと音を立てた。自然、兵士たちの注意がそちらへ向く。こんにちは。もう一人の方。ちゃんと思い出してください。パトリシアです。パトリシア。覚えてる覚えてるって。パトリシアちゃん。今言われたのに、今すぐに忘れようとしたか、今こいつ。さ、ケトルは俺が持つから、お茶飲みに行こう。あんまり怒るとサビが浮くよ。余計なお世話です。あ、角砂糖も用意してくださいね。残り少ないみたいですから。腹を立てながらも、しっかり砂糖の配慮を忘れないパトリシアなのであった。同時刻、同じく重慶郊外某所、これまた粗末な飛行場で曇り空を見上げる女性の影があった。マリーシアさん、定時連絡が入って。うわぁ、なんですかその格好は。お、A 社から飛び出し、女性に駆け寄ろうとした兵士が思わず足を止めた。無理もない、その少女はこの地に全く似つかわしくない格好、水着姿だったからだ。閉まってますね。胸大きいし、相変わらず水着姿なの？それあれなんか、あ、そうだよね、ちゃんと普通の戦闘着てるけど、でも下着ってこんな感じじゃなかったっけ、この子。ハハハの歯じゃありませんよ。絵のやり場に困りますから、何か着てください。兵士は顔を懸命に背けながら言う。自然の摂理で視線は前を向いてしまうのだが、それをなんとか体全体で拒もうとしているかのようだ。ごめんごめん、戦場暮らしが長いと目に毒だよね。これセット、よし、これでいいかな。あ、で、報告は？お、ちゃんと服着たね。あー、相変わらずそうだね、こんなんだよね。北ゼロ日区駐屯地からですが、特に異常なし。ただし
紅茶のヘリが甚だしく呼吸を要すと。暇を持て余してるみたいね。呼吸は当分期待できそうにないし、ウーロン茶で我慢しなさいって言っといて。ウーロン茶なんだ。はあ、しかしよろしいのでしょうか。お、な、何が。北ゼロニ地区はここから随分と離れております。敵襲があった時迅速に対応できるのはマリーシアスさんだけ。ほうほう。なーに、私だけじゃ心もとないって。いえ、決してそのようなことは。ですが例の情報もありますし。ああ、新型ね。その言葉を聞いてマリーシアスの目がすっと細められる。敵の新型鋼の音もね。随分とすばしっこいって噂だけど。これが多分レイカちゃんなんだよね。そうです、それです。まだその戦力は3つ。おそらく次の攻撃ではそいつを中心に編隊を組むものと予想されます。いかにマリーシアスさんといえどお一人では。マリーシアスが口元に笑みを浮かべ、つかつかと兵士へと歩み寄る。そして気をつけの姿勢のまま硬直している兵士の耳元に口を寄せた。安心して、こう見えても経験豊富なのよ。はい、失礼いたしました。極度の緊張で声を裏返せて叫ぶ兵士なんてね。ま、ベテラン扱いされるほどじゃないけど、あの二人よりは実戦経験はあるし、おそらくは敵さんよりもね。それに一応考えはあるからさ。ま、また元の屈託のない表情に戻り笑うマリーシャス。しかしその立ち振る舞いはどこか落ち着いていて、幾多の修羅場をくぐり抜けてきた、ことを思わせる。考えですか。なんかマリーシャスさんこんな感じらしいね。結構おどけた感じな。頭空っぽで戦いに挑むほどバカじゃないわ。特に今回みたいに守りの時はね。お、マリーシャスはそう言うと滑走路を見た。いくつかのぼんやりとした日だまりが滑走路にできていた。晴れてきたわね。ひょっとしてこれは。お、マリーシャスの言葉に兵士の顔が引き締まる。その時だった。現地航空監視隊より入電。こちらへ向かう機影を3機確認したとのことです。兵舎から顔を出して通信兵が叫んだ。マリーシアスが着崩していた服の襟を少しだけ正す。マリーシアスさん、晴れると踏んでたわけね。なかなかいい感してるわ。敵さんもやるじゃない。北ゼロニー地区の2人に待機するよう伝えて。まずは私が様子を見るから。イエスサー、ご分を。マジで一人で行くの。ありがとう。さーて、ちゃっちゃとやっちゃおうか。マリシアスは自分の頬をバシバシ叩いて気合を入れた。さあ、第1戦目ですね。空2となってますね。で、マリシアスのみで、一応ね、いるにはいるんだよね、やっぱりね。この辺はね、一応察してばいたよ、俺も。誰こいつ。あ、いいようだ。あ、ちょっと待って、これちょっとだけ、ごめん、これはちょっと見させてもらっていいかな。え、イオがいるじゃん。しかも白の。へぇー。プロガイの顔を使用していないイオ本来の姿。嫌なことや都合の悪いことがあると、アイアンメイドの中に引きこもってしまう。本当は霊形にお礼を言いたいのだが、なかなか言い出せない。へぇー。いるんだ。え、ちなみに敵7機って書いてあったよね。これやるんだ。まあちょっと一人見ていくか。これが、あ、飛行機だよね。普通ね、ワイルドキャットだよね。魚のためにサポートする随伴機 F4F ワイルドキャットで、まあ、性能は普通に空用の性能。で、これが、コルセア F4U。これは対地爆弾だから、対地用の爆撃か。で、これが TBF1 で、これも対地爆弾積んでるね。
パンパクはこれかな ?D17。どれがパンパクかよくわかんないな。この辺も結局、陸用だよね。まあ、どれを、一応、この辺も、海にも落とせますよって感じか。パンパク的な感じで。で、まあ、M4 シャーマン。これ有名な、傑作機って言われてる戦車だっけ?全部自販機って扱えるのかな ?M4 シャーマン。機銃手法も普通の戦車ですね。で、補給車。で、それは何?これは?あ、M7 自走砲か。どうしよっかな?一層、補給車がいた方が楽かな?もしかして。初回から結構一人ってのはなかなか辛そうな話ではあるな。じゃあ別セーブデータでセーブしていこうかな。意味があるかは知らないけど、これね。で、ちなみにカスタマイズの方は、どうしよっか、1030あるけど、これを、連合側のポイントと見て使うかどうか、ない方が面白いよねっていうのはあるよね。ただ、強化コアに関しては、使っていかないと同じのが手に入るとは俺思えないんだよね。1030に関しては、これはなしでいきたいな、できたらな。普通に今から出撃してみるか。第二次重慶攻撃戦。日本軍長年乙女がこちらに向かってきている。マリシアス、今は君だけが頼りだ。君の力で敵機を追い払ってくれ。まあ、行ってみますか。とりあえず。このままで。勝てるかは知らない。霊下いるなぁ。さあ、自軍ターン開始。見えてきました。あれが中継ですね。米軍の気配がないね。このまま通してくれるとは思えないけど。ふん、今頃逃げる準備をしてる。おっと、愛がいる。米軍恐れるに足らずなのだ。あ、しまった。装備を見てなかったな。はじめまして。あなたたちが日本の鋼の乙女ね。名乗りを上げるなんて、我が国の流儀に乗っ取ったつもりなのかしら。やっぱり待ってたね。一人でのこのこ出てくるなんて見上げた根性だわ。はじめましてなのだ。てつが、ここで会ったが100年目なのだ。そうなの、100年目なの。早速で悪いんだけど、ここで引き返してくれないかしら。そうすればお互い嫌な思いしないで済むと思うんだけど。思うんだけど。ふざけてるんですか。しかもたった一人で出撃してくるなんて、私たちを甘く見ないで。何この人。悪いけど僕たちも任務なの。そっちが一人で手加減しないよ。お前こそさっさと地球の裏に帰るのだ。こんなところまで来たことを後悔させてやるのだ。話すだけ無駄か。そうね、一応行ってみただけ。あなたたちの仕事だしね。意外にもしかして連合ルート大変かな。何をブツブツ言っているのですか。私の名前はレイカ。さあ勝負してください。米軍のくせにわざわざ中国との戦争にまで出しゃばってきたくせに。戦い気がないなら帰ってよ。そうなのだ、仕事なのだ。だからさっさと僕と戦う。わちゃわちゃしてるな。で、言いたいことは言ったし、そろそろ仕事を始めますか。何があっても恨まないでよ。マリシャスの口調がこれまでののんきな口調から一転して険しいものになった。覚悟を感じさせる口調に日本軍の鋼の乙女たちにも緊張が走る。日本からもアメリカからも遠く離れた重慶の空で、互いの国家の威信をかけた戦いが始まろうとしていた。だって、装備変えなかったんだけど、この武器装備だとちょっと辛いんじゃないかな。射程そんなには長くないか。初期だから。
問題は愛ぐらいか。レベルは？レベル高くないっすか？火力が別に変わってるわけじゃないから、まあその辺はいいかな。でも残環刀一撃で90か。あ、残光刀だわ。ちなみにここの戦闘の勝利条件は、ボタン耐え切るかまたは敵の全滅か。まあ、他の補給者がやられてもいいという判断をしながら右側に行こうか。さあマリシアスでどこまで行けますかね。敵を撃ち落とせばいいのかな。例えばちゃんと性能を見てないから。 F4F マリシアス行きまーす。まあとは言ってもあれと一緒だよね、あの向こうで見たやつとね。あなたたちもそうだよね。うん、さあどこから届きますか。ナイフスルー、ナイフスルーの範囲狭いな。ちょっと待ってよ。この辺かな。もうちょい手前でも右ぐらいかなって気はするけど、どう？ここから届く？ OK、届くね。これならどう？これ、これならどう？果たして落とせるのかな、敵を。一応避けれてはいるけど、ありゃちょっとやばめ。当たらないわよ。はい、ナイスパイピー。さーてとやりますか。とりあえず一応補給だけ投げて、でナイフスルー。これならどう？2発投げてちょい下がりする。今の状態でちょっと下がるのがまだマシか。倒せない気もするけど、倒せないなら倒せないらしく、ちょっと下がりながらにしよっか。勝利をつかむのは私たちですよ。ナイス回避力。あらよっと、いけ。ナイフスルーで、これ一回落とせるかな。これならどう？オッケーオッケー、レベル5になったね。どういうことですか。こちらは3人だというのに。が、頑張ってます。たった一人で3人を相手にするなんて。あの人ただ者じゃないよ。ふーん、こっちも僕一人なら勝てるのだ。おう、で勝負するのだ。さすがに相手が多いと疲れるわね。それにこう蒸し暑いと体がうまく動かないわ。バカにして、いかに手だれの鋼の乙女であろうと多勢に無勢。隙を見せるのも作戦のうち。そんなものに惑わされないよ。なんて一人なんだから。いや普通に本音だと思うね。
お、仲間来る？にこやかに微笑むマリーチャス。同時に日本軍の鋼のための耳に低くなるエンジン音が響いた。あ、まさか友軍が一人じゃなかったの？いっぱい食わされたのだ。と言っても別に誰かが 今すぐ来ているわけではないと。まあ普通に純粋にあの危ないので下がりますけども。さあ、じゃあ高速移動を発動して。じゃあまあとりあえずこの辺まで逃げておきましょうかね。とりあえず1体倒せりゃ上等だろ。もう究極式監督アイン行くのだ。あ、一応5ターンまで耐え切りましたよ。やったのです。まさか命中するとは思わなかったのです。はい、イブちゃん登場。イブちゃん、当たると思ってなかったの？当てるつもりだったのですが、こんなうまくいくとは思わなかったのです。まあ私も同じか。ここまで奇襲がうまくいくとは思ってなかったし。二人とも上出来よ。日本軍も目を回してるわ。さあこの調子でいくわよ。頑張ろう。オッケーです。はい、私の実力見せつけてやるんだから。ここで一回戦闘終わりかな。マップクリアだね。なんだかんだ言って A 勝利。バイタルコア1で、バイタルコアってあ、マリシャス。じゃあやっていこうか。これあ、久しぶりだな。ちょっと待って、久しぶりだからあの怠けてるわ。はい、オッケーイで、1個で、これがくるくる回すやつでしょ。で次があれか、一番難しいやつだな。オッケー、危ね。あ、見といてもよかったな、もうちょっとね。さあ、第2重慶攻撃で、味方が来てくれましたね。イブとパトリシア。で、バイタルの1ってさ、前から持ってなかったっけ？プロガイのコアだね。持ってるよね。バイタル2、バイタル3。これあれか、外した方がいいか。裏でやっとこうか。ちなみに1030だったから、確か1030だったよね。50だけ使えるということにしようか。で、あとで、あと今から残りはパッド使っちゃおうか。そうだね。性能上げるのであれば、機動性かな。マリシアスの強化でいいよね。さすがにイブとかパトリシアは、射撃系だし、そんなに回避に期待はしてないし。うん、とりあえずマリシアスの機動性を強化して、あとは、20使って、あと30。武装の強化かな、ここは。あ、30か。なら、機動性強化でもう、いいかな。よし。とりあえず残りは、じゃあ、ちょっと邪魔なんで使っちゃおう。分かったのは、勝てるということが分かった。勝てるかどうかがね、分かんなかったから、ポイント置いてあったんで。ただ、まあ、どうも見た感じ、勝てそうだから。あ、もういいでしょ。大丈夫。なくても勝てるさ、きっと。違う。ああ、そっか。ああ。これも後でやった方がいいな。ちょっと多いな。
で、見たかったのはこれだね。これで、アリシアス。まあ、一応これ読んどこうかな。やるときはやる性格だが、基本厄介事は他に押し付けだらけている。それなりに地位が高いことを利用して、よくセクハラを仕掛ける。豊富な戦闘経験を生かした戦いが特徴と。で、イブちゃんで、よいしょ。とにかくスローペースで、天然だが非常に優秀な乙女。特徴的な話し方と持ち前のスローさで独特な雰囲気を醸し出す。機動力は一時低いが強力な攻撃を放つことができると。まあ、足にひっついてるのは随分でかいもんね、そう、偽装というか装備が。で、パトリシアと。元人間で後天性の鋼の乙女。戦闘機型、成績、運動神経など全てが平均的な乙女。個性の強い仲間たちに囲まれているために空気になりがちと。ちなみに装備だけど何か変わるかな？変わらない。近接安定型。モード A ってのがあるな。あー、対空戦だったらモード A の方がいいね。パトリシアは特になしと。よし、じゃあ、今回はこれで終わりにしようか。あ、編成だけしとくか。編成つっても、まあ、とりあえず、じゃあ、ワイルドキャットを、4機かな。多分、くっつき倒すっていう話になると思うから。で、輸出補給を2つつけて、これで多分なんとかなるんじゃないかなと思います。では、ここまでのご視聴ありがとうございました。またね、今回から萌え虹3の方頑張ってやっていきたいと思いますので、よかったらご視聴の方お楽しみください。ではここまでのご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録などよろしくお願いいたします。ではまた次回お会いいたしましょう。お疲れ様でした。